こんばんは。始まりました。こんばんは。ごめんなさい。よし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 、こんばんは。ちょっと今日は今日はね、ふむふむ日ということでバルーンを後ろに貼っ付けていきたいと思います。もう見えないけど後ろにドーンと貼ろうと思う。定型文変えたんですよ。そうそうそう、定型文変えて弁当頑張るわにしました。頑張るわ。よいしょ。ちょっとありがとうございます。ふむのふ。全然見えないけどまあいいよね。あとはわ、ふむのふ。よいしょ、いい感じ。よし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 。ね、今日もふむふむ日なのでメール発送送れるように頑張ります。頭になんかつけてる、つけてる。そう、蝶々が住んでます。ルアの頭に蝶々が住んでます。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、キラキラ星ぜひお願いします。テロップ書こうっと。よいしょ、オッケー。ぜひキラキラ星投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは。お洋服どこの？ね、このお洋服はアクシーズのです。アクシーズ、なんかね、誕生日の時に着た服なんだけど、可愛くてお気に入り。お嬢様っぽく見える。そうだからめちゃめちゃ好きなんですよね。え、タワーありがとうございます。ありがとう。かぐや姫から出てきたクマタワー、ありがとうございます。ありがとう、クガマさん、ありがとう。嬉しい。未だに名前わからないけど、本当の名前これなんて言うんだろうね。ありがとう。この後もありがとうございます。ちょっと待って、前髪が納得いかないな今日。ちょっと待って、ほっ、前髪重くしたいんですけど。あ、なった。よしよしよし、いい感じ。
かぐや姫のくまさん、そうロアすごいこれ好きなんだよね、かぐや姫から出てきたくまタワーこれなんていう、竹から出てきたって言えばいいのかな面白いよね。キラキラ投げたありがとうございますね、今8位、おおおお、ランクアップしました、ありがとうございますありがとう。さあちょっとね最下位になってたんですけど嬉しいです、ありがとうございます7位まであと28万6129ポイント、ありがとうございます、嬉しいです。一つずつ一つずつ上がっていけたら嬉しいな。パラありがとうございます、ダルマもありがとうございます。なんかフム見えないとなんか寂しいなどうすればいいんだかね。でもなんかこっちが縦の髪でこっちが横の髪だからなんかできないんだよね、どうしよう、痛いな分かったかもしれない、こう、いや違うな、やっぱりいいかいいや、イベントとフムービーが重なるとこうなるんですね。星ありがとうございます、そうだじゃあせっかくだからふむふむでもしようかな。鈴木ありがとうございます、いきます、はい、ふむ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 、私はここにいるので R、 ありがとうございます、皆さんにたくさんのラースマイルをお届けします、新潟県出身高校1年生16歳のベルちゃんことイソベロアです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、アールありがとう、パチ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 、ありがとうございます、今日はすごくいいことが、なんか嬉しなことがあってすごく今ルンルン気分なんですよ。ね、これ6の穴から覗く、これなんかね、後で多分言えると思うから、今日中には言えると思うから言いたいんだけど、なんかすごくびっくりしたけど嬉しいことがあって楽しみにしててね、多分大丈夫、多分大丈夫っていうか多分今日言えるかな、楽しみに、ルアも楽しみ、いや私も楽しみ夜配信の時にはもう出てるのかな すごい、本当にそのくらいなんか嬉しかった心の底から、まあちょっとそれはもし解禁されたらの話ですけど、大量に語ろうと思いますお団子ありがとうございます、こんばんは、ふすきありがとうございます、かゆっ、はい、ありがとうございます、ぜひキラキラ星投げてくださると嬉しいです、もし初訪問の方とか2回目の方とか、なんかそうあんまり
ルアのこと知らないよっていう方でも全然投げてくれるとすごく嬉しい限りです。すごくすごくすごく嬉しいのでぜひお願いします。ね、ちょっと一個ずつランク順位上げていきたいなって思ってるから、一緒に頑張りてくれると嬉しいな。ハートありがとうございます。なんかあれなんだね、10連とかだとなんかアップするんですね、なんかかける何倍みたいな。なんか昨日の配信でだいたいなんかルールを理解でき、ルールじゃないや、なんかこの新しいなんだろうイベントな感じだけど、それを理解できたというか、なんか何時から何時の間になんかこうやるとこうなってみたいな。この時にキラキラ星が一回出てきて、そうキラキラ星がなんかまた集められるみたいな。昨日で理解ができました、大体多分。よいしょ、あちょっと隠れちゃう、ごめんね、細かい。細かいなこれ。よしよしよし、ハートありがとうございます。やばい、めっちゃ取れる、なんで。フムのフが落ちた、そうそう、フが落ちた。配信こうやって被るけど大丈夫なの？はい、大丈夫です。日中配信できないからちょっと被ってしまうんですけど、なんか昨日配信、みんなの配信見てたんだ、なんかすごく歌ってたから、ルアも今日どっかのタイミングでちょっとだけ歌おうかなって思います。何かしら歌でも最近すごいカラオケ頻繁にしてるんですけど、やってみようと思います。こんばんは、来てくださりありがとうございます。今日はふむふむ日です。皆さん26回以上ルアのこと考えてください。今日はフフフ、立番曲ないんですよ、それが。作りたいね。7位まで27万5434ポイント、ありがとうございます。これみんなにも出てるんだよね、この表示。あ、こっち？どっち？こっち？ね。ありがとうございます。ボーリング試合中でしたら考えます。ぜひ待ち時間にちょっとね、考えていただけると。すでに30回。おー。おー。22回考えた、ありがとうございます。目指せ26回以上。全然2626回考えていただいても大丈夫なんですけど、お、だるまありがとうございます。15分経過しました、ありがとうございます。毎日配信367日、ありがとうございます。なんかさ、昨日365日をお祝いしたような気分。なんかやっぱり早いですね、時の
時は経つのが早くて早くてね。アイスありがとうございます。バラありがとうございます。ね、時間が経つの本当に早い。なんでだろっか。タコありがとうございます。タコ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 。この配信中に15回可愛いって呟いてしまった。やっは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 。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。ね、この時間に配信してみんな来てくれるかなって思ってたんだけど、よかった、来てくれて。明日でこの配信終わり。いや、ん？そう29日まで。このフムは消えちゃうけど、これは多分消えない。消えるかちょっとリニューアルするかですね。今日の朝配信、あれから二度寝をしてすごく幸せな気持ちになりました。二度寝ってなんでこんなに幸せなんでしょうね。マジで二度寝って最高。仕事中ですが来ました。ありがとうございます。ありがとう。でもマジで二度寝幸せだなと思って。ショールームの駅、あ、こっちじゃなくてこっちに。確かに。マジか。ちょっと粘着力がなくなってきた、もしかして。2回目だけど、うちらの。え、待って、意外とみんな仕事中だったりするの。ありがとう、そんな中来てくれて。 OK。 よしよしよし、落ちた。こんばんは。休憩時間をありがとうございます。ふらが寂しがるから来てありがとうございます。おおまだ来てるとこんな音が。すごい。皆さん聞こえましたか。すっごいあのバイクの音が聞こえた気がするんだけど、今通りすがったんですかね、わかんないですけど、ブーンって。ね、お腹すいた音ですよね。もうそうしときますか。もう、うん、確かにそうだね。窓開けてるとこんなこともありますよね。そう、あれなんで、たまにヘリコプターがガタ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 って言って、それ通るたびに、いや、この時配信してたら面白いんだろうなって毎回思ってるんですよ。そう、ヘリの音が聞こえたりとか、なんか面白いんです。なかなか。今バイクだった。ハートありがとうございます。
そう、なんかね、なんかがなんだっけ、中学校、そう中学行ってる時もあのヘリコプターがね上を通ったんですよ。その時になんかヘリコプターが通るじゃないですか。そしたらなんかあのなんか揺れるんですよ、そこが。ガタガタガタとか言って、そう面白いの。そうなんか言うねん。ちょっと思い出し笑いが激しくて。え、普通に面白くない？だってヘリコプターが上通るとき揺れるんですよ、建物が。建物が揺れて、あ、すごいね、燃費がすごい素晴らしいんだなと、すごいね、古くから愛されてる建物なんだなと思いましたね。面白かった。タケコプターね、ドラえもん。プトゥ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 。その燃費の良さをヘリの音で知る。そうなんです、揺れるんです。来るのちょっと遅くなっちゃった。全然いいよ、ありがとうございます。だいぶ前に建てたお家なのか。まあそうですね、あの中学校は中学校は多分古くから愛されてる建物だと思いますので。ふむふむ、ありがとうございます。ぜひ皆さん、通りすがりのなんか何か集めてる方とかいらっしゃいましたら、いや集めてる方、たまたま来た方いましたら、ぜひ今イベント参加中ですって、あのキラキラ帽子を今とても求めていますので、もしいただけたら幸いです。よろしくお願いします。虫がいた気がした、大丈夫か。てありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ。壁に雲がね、怖いんだけどね、それないよね、さすがに。さすがにない。怖い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 。壁に雲はちょっと信じちゃう。なんか後ろに誰かいるようは信じないけど、雲はちょっと信じる。なんか現実味ある。ハトありがとうございます。今日はハト26歳、あ違います、16歳です。26っていうのはあの今日26日なのでふむふむの日なんです。私が勝手に作ったふむふむ日。自己紹介しますか。じゃあ NGT48 3期生のイソベルアです。中学じゃない、高校1年生の16歳です。新潟県出身です。で
で、ね、なんだろう、好きな食べ物はいろいろあるんですけど、黄色い食べ物がめちゃめちゃ好きです。コーンとかトウモロコシとか、あと卵焼きとかチーズとか、本当に黄色い食べ物がめちゃめちゃ好きです。あとイチゴも王道で好き。グミもめちゃめちゃ好きです。ワールドグミ研究部って言って勝手に研究部を作ってるんですけどスマホに車が引かれたことがあります。逆じゃない、スマホが車に引かれたんじゃないの。あ、そういうね、過去にそういう経験をしたこともあります。あ、パイナップルも好きです。あとダンスがめちゃめちゃ好きで、ヒップホップとかよく踊ってます。歌はちょっとあんまり得意なのではないんですけど、頑張って練習してますね。まだまだ研究生なので、まだまだ未熟ですが、イベント参加してて頑張ってるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。コーンとトウモロコシは同じ、いや同じように見えて実は違ったりするんですよ。実はね、なんかよく壊します。あ、そうです、破壊神です。私は破壊神だし、よく配信で何かあのハプニングを起こします。あとくしゃみをよくします。あとテイというポーズがあるので、覚えてくださると嬉しいです。サッカーと水泳も習ってました。そうなんですよ、サッカー好きですね。水泳もでも全然最近あの泳いでないから、素潜り以外ね。特技はダンスだけかな。あ、変顔もします変顔とか、あと体がすごく柔らかいです。柔らかいと思う。ブリッジができて、あとはなんだろう、なんかねふって体を反ることが特に得意です。バドミントンできます。あ、そうなんです、バドミントンもあの部活でやってました。もちもち仕事始まるので撤収します。続き頑張ってね。ありがとう、めちゃめちゃタワー嬉しかった。ありがとうね、頑張って。素潜り、はい、素潜りができるんですよ。楽しいですよ。あ、特技竹本ピアノ、そうなんです、竹本ピアノさんのモノマネもできます。ちょっとね、いろいろ変わったことができるんですよね、ルアそうそうそう、でもね、水泳はなんかバタフライがあんまり得意ではなくて、クロールが超絶早かったんですよ。 その分一回やっただけでもうなんか体力全部消費したみたいな感じになりますけど、それだけでも一回にめちゃめちゃ全力注げる人なんです、クロールだけはあと毛伸びに命かけてますね最初は感じ、なんか飛び込みジャンプとかもあんまり得意でもなくて、毛伸びが得意です。あとクイックターンっていうんだっけ、もできます。あれするの楽しいけど、たまにちょっとミスってめちゃめちゃ鼻に水が入るので、あんまり怖くてできないです。海女海女ね、でもそうですね、新潟で生まれて育ったので海も近いですし、結構海には親しいかもしれない。
あ、ぜひぜひルアを気になってくだされた嬉しいです。クイックターンミスると辛い、めちゃめちゃ辛い、もうねなんか絶望感やばい。しかも一回鼻に水入ると全然あの回復しないんですよ。そう、なんかね一回鼻に水入るともうなんか1時間くらいもダメなんだよね。イベント頑張ってね、ありがとうございます。頑張ります。通りすがりの皆さんキラキラ星投げてください。ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひキラキラーってキラキラ星にキラキラーって投げてくれると嬉しいな。足がないと伸ばした、足伸ばした時に壁ないときある。いやわかるかすりますよねあれないだからクイックターンって難しい。お、すすきありがとうございます。こんばんは、フォローありがとう。おしなぎに来た、ありがとう。こんばんは。ハッピーターンできる？え、どういうこと？食べ物のハッピーターンじゃなくてですか？いや、何それ、水泳にあったっけハッピーターンって。てぃありがとうございます。だるまありがとうございます。じゃじゃじゃほほい、はあはあはあ、いいよ。こんばんは、間に合った、ありがとう。よいしょ今日はルアシは何のメールを送ろうか悩んでる。ん？なんか落ちた？え？なんか今落ちた音したよね。え？今落ちた音したよね。何が落ちた？え？え、落ちてない。え、何が落ちた？え？今なんか髪が落ちた音したんだけど、まあ、いっか、いよいよい、急できたからここまで、も夜また来るね、ありがとうございます。ありがとう、応援しに来ました、ありがとう。嬉しい。そうですね、なんか落ちた音したけど、まあ、いっか、怖いね、なんか なんだろう気になるな。まあいいや、眉毛なんか、眉毛は落ちてないですね。ちゃんと言います。星ありがとうございます。お星様、ありがとう。嬉しい。そう、ふむふむ日なの今日。メール何送ろうかな、まあいろいろね、送りたいのはめちゃめちゃ決まってて、あと一通だけ今考えてるんですけど、何にしようかなって思ってて、うん、どうしよう。祝かわいい、ありがとうございます。お誕生日の時に着たお洋服、おしゃべり会で、今日あった嬉しいこと、
ドラマを見ました。カチューシャ白いのつけてる。あのね、蝶々をつけてます。蝶々生やしてて、なんかこういうあれピンなんだけど、わあミラーボールありがとう、ありがとう、嬉しい。こういう蝶々のやつで、これシーンさんで買いました、実は。そう、こういうのチャレンジしてみたくて、これ買ったらめっちゃ可愛くて、しかもなんだろう、なんかこういうのだとなんか、まあこれノーマルじゃないですか、けどこれをつけるだけでなんかすごいヘアアレンジ感満載でめっちゃ好きなんですよ。でこの前のね、おしゃべりオンラインおしゃべり会でもつけてたんですけど、めっちゃ可愛くてお気に入り。シーンさんで買いました。だからさ、だからさだからちょっと頭まで映すと、なんかこんな感じです。映んないよね、ごめんね。とてもいい、ありがとう。タコさんありがとうございます。ハートもありがとうございます。カニ、あ、もうカニありがとうございますって言おうとしちゃった。コメントありがとう。今日嬉しかったことか。でもなんだろうな、結構あれですね、配信イベント期間は全力で配信に投ん全力配信に全力投球してるので、ね、他何してんだろう、ルア。ご飯食べて寝てる。あ、今日のご飯が麻婆豆腐だったんで、それ美味しかった。それは非常に美味しかった。勉強しましょう。はい、します。めっちゃ納豆が、あ、納豆じゃない麻婆豆腐美味しかったの。なんかね、磯部家の麻婆豆腐は辛さとか全くなくて、そう、なんかルアあんまり辛いのを普段から食べないから、すごいルアのお口に合う味で嬉しい。ひき肉です。面白いよね、かわいい、かわいい YouTuber さん。でも辛くないの麻婆豆腐意外と珍しかったりする、辛くない麻婆豆腐って。エゴサよくする、常にしてます。しちゃうけど、でもなんだろう、あんまりしないっちゃしない。なんかすごく暇な時はめっちゃしちゃうけど、平均よりちょっとするくらいかな。でもホイコーロー、美味しそうだね、いいな。100個投げた、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。そう、辛すぎず甘すぎずが一番縁だよ。うん夜中ずっとエゴサしてるって勝手にイメージ持ってました。あ、大正解、大正解すぎる。夜中はめちゃめちゃしてます。そう、けどまあ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 、なかなか楽しいのでエゴサは楽しいです。あ、この子はこの子にも手を出し始めたのかってあ、またなんか自己紹介文に一人推しの名前が増えてる。よくしちゃいますねエゴサ。でもなんかそれ以外にでも、まあこの子、あのワールドマークをつけてくれた、嬉しいってなったり
自分の場合だとすごく嬉しいんだけど、それを見るとあ増えてるのか増えてるか思いますね。あとたまにそうルアのハッシュタグをつけないでつぶやいてくださる方もいて、えつけていいのにつけていいのにって思います。自分から見つけるパターンねハートありがとうございます。あと2日緊張してきた。あ毎日配信のやつね、いやでもどんな感じなのかもうめちゃめちゃ楽しみ。公開配信ってしたことない本当にね。マイクとか使って喋るのかな、どうだろう楽しみね。20人で合計60人だから楽しみですね来週の木曜日リバイバル応援行きます、ありがとう。10月5日かな、ありがとうございます。4期生増えたら激怒いやそうですね、でも私は多分皆さんに4期生の推しが増えると思っております。揺らがない人はあんまりいない気がする4期生に。でもすごい、でもね嬉しいんですよやっぱり。なんかもともと先輩メンバー推しだけど、なんか3期生はルアちゃん気になってくれるよ、あ気になってくれる気になってるよとか、そうそういうことをねやっぱり初期の頃とか言っていただいてめちゃめちゃ嬉しかったから、多分そういう人も増えるんでしょうね次は次はそれを嬉しい側じゃない方ですね次まあでもみんなは一度通る道です。鈴木ありがとうございます。全力応援ありがとう。劇場にいるのにうちらはスマホでコメントするのかしらね、スマホ持ち込みどうなんだろうねでもさ普通に面白くない、だって実何オフライン状態であの目の前にあの3人ねいるのにスマホ片手に投げながら見てたら面白いよねそうだからちょっとその時だけね、あのそうしかもこのランキング累計ランキング入ってる方の中の20人なので、そうね、なんかその時配信したらねどんな方が来てくださるのかなって思いますね。みんな若い子が好き、そうだよねフレッシュ感やっぱりいいですよね、うん、それはない断言ありがとうまだ誰も会ってない、私は会ってないです。えどんな子なんだろうね、めっちゃ気になる。ルアみたいな子いるかな、どんだろっか。4期生に流れないように今のうち推しを増やしておきます理由になってない理由になってないよ、ね、でもまあでも増えるとは思いますが、増えたとしてもルアを見捨てないでくださると非常にあの嬉しい限りでございます見捨てないでくれると嬉しいな。自分も今日それ想像しておかしかった本当に携帯片手に見てたら面白いよね、えこっち見てよってなるそれはそれでこっちに現実何実物いるからみたいな、うん、お星様ありがとうございます。ハートありがとうございます。ねえ、え、ね、
こんにちはのくまさん、タワーありがとうございます。ありがとう嬉しい、ありがとうございます。りゅうさんありがとう。今日の朝もね、またまたありがとうございます。目の前にいるよって、そうそうそう、ここにいるって突っ込みたくなりますね。自分あるなら応援させていただきますね。全然嬉しいよ、ぜひ応援してくれると嬉しいな。言うてルアちゃんもまだ16歳、まあそうなんですけど、でももしかしたらルアよりもね、全然低い年齢の子が来る気がする。ルアは多分リリカよりも最年少来るんじゃないかなって思ってる。かわいいねかわいいな。中学生、小学生来るかな。12歳以上で小学生ギリ行けたりとか、すごいな。中学生でもルアが中学1年生の時とか本当に何もしてなかった。ただ単にテストが来たらテストに追われ、公園で遊んだりその公園で遊んだり、本当に中学生らしいことをしていましたね。そんな子がね、もしアイドルに来てくれたら嬉しいね。でも最年少どなただろう、4期生ちゃんの。お砂場遊び、お砂場遊びはしてないな。君らしい押し編は絶対しないけど、押し増しはするかも。お、それだったらちょっとは良かったり良くなかったりでもそれでもルアを応援してくださる方がいて、とても嬉しいです。あ、何もないですこれがビリビリと破れました、髪。めっちゃ痒い。なんかさっきからは何かに刺されてるんだよね。めっちゃ赤いの見しちゃった。痒くてめっちゃ描いてる何事めっちゃ痒いんだけど。中耳か作ろう、よしオッケー。バスケットボールみたいになっちゃった見えないか蚊ではない、怖い怖い怖い。でもよくあるんだよ、ね、ここも刺された。ここもあれ見えない、どこだ、あれあれあれ、あ、ここ。そうなんで、はいか、ハートありがとうございます。よいしょ。だるまありがとうございます。根っからの DD なんで、おしまし許してね なぜなぜ明らかに赤い、面白い、描くとこんな赤いんだこれから蚊が出てくるらしい。そうそうそう、蚊がね出てくるんですよ。なんで最近めっちゃ蚊多い、分かる。なんかこの季節になってからなんで急に出てくるのみたいな、なんか何蚊どこに住んでたみたいな。
一周年おめありがとうございますね。急に出てくるよね、えどこにいたって問いかけたくなる。でも問いかけてるといつの間にか刺されてるんですよ。蚊の近く行くと怖いよね。夏どこに住んでる？え何？え土に埋まってるの？それああ待って待って、考えた考えた、待って無理無理無理、ちょっと待って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 、分かったな、どうやって来てるのか、分かった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 、ああ言わないでおく、分かった、なんか想像できた、無理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 、ああ分かった、待って埋まってるんじゃないね、そうだねそういうことか、うん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 、やだなんか、ああ無理無理無理、なんか耳の付近でなんか蚊の音がしてくる。分かったぞ、そういうことね、あの誕生するってことでしょ、待って無理、そう考えるとやだなー、この話しなければよかった。今耳の付近でなんかずっとなんか蚊がいる感じがしました。はあ危ない。想像したらちょっと無理だわ、もう全然無理。ハートありがとうございます。でも買ってさ、なんでさこうやって、あちょっと待って、また蚊の話しようとしてる。でもさ、これだけは言いたい、これだけは言いたい、ちょっとこれは本当に疑問、なんで買ってさ止まった瞬間叩いてはさ、なんで刺されてんのみたいな、止まった瞬間刺すってどういうことって思いますよね。ちょっとここまでにしましょう、話を。ここまで一旦終わり。これ以上深掘りしていくとまたなんか耳の近くで蚊が飛んでる気がしてくるからやめますね。うん、タコありがとうございます。タカタカタカタコありがとう。ありがとうね。蚊の話、季節感があっていいと思う。まあ確かに季節感はありますけどね。でもやっぱり虫系はやっぱりあれかな、ルアンの中での一番は、ダンゴロムシかな。あれダンゴロムシ、ダンゴムシ、あダンゴムシか、ダンゴロ。ダンゴロって何、ダンゴムシ、え、ちょっと待って、え、タコタワーありがとうございます。タコタコタコタワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう。タコ美味しいよね。ありがとう。ダンゴムシなら知ってる。じゃあダンゴムシか。ダンゴロムシってなんだろう。でも本当にダンゴムシが世界で一番好きかな、虫界隈の中では。可愛いもん。ちょっとなんかちょっと触るとすぐ丸くなる。可愛いよね。威嚇してこない、この間はるかさんが黒板にダンゴムシ育てようって書いてなかった、え、そうなんですか。育てる、ダンゴムシって育てるのかな、それイチゴリップ、うん、非常に美味しいリップです。食べてはないけど、なんか塗っただけでイチゴを感じるからすごい好き。うんうん、ビューティフォー。これはビューティフォーです。美味しい、美味しいです。なんか
食べなくてもこれをこの匂いがあれば生きていけそうですねえでもそのくらい本当にな可愛いリップなので皆さんもぜひ何でしたっけデイジークウォーターブラティント08番チリングです。なんか意外と小さい文字読めないな、難しいピントが合うのがこんばんは鼻に塗ればずっといちご気分、確かにいいね、いいことだ。ぜひキラキラ星やったらぜひ投げてくださると嬉しいです。あと4分なのでもう少ししたら終わりますね。次の時間帯が9時からですので、9時からまたまたよろしくお願いします。ぜひぜひキラキラ星を投げてくれるとイベント中だから嬉しいですイベント中だからキラキラ星投げてくださると嬉しいです。わーすごい、7位まであと169,806ポイント、ありがとうございます。なんかすごい結構減ったありがとうね、今回の配信で順位も上げてくれて、順位も上げてくれてポイントも減らしてくれてありがとう、嬉しい。次はじゃあ9時に会いましょう。ふむふむと写真を撮りたい、もういっか、ふっ撮っちゃえはいチーズ。監視ありがとうございます。それでは壇上を読み上げさせていただきたいと思います。おろさせてください。13位タンダカ氏、12位カナリー氏、11位眉毛氏、10位よちくん氏、9位古川氏、8位山津氏、7位てるはや氏、6位バイケン氏、5位タカタカ氏、4位おとぼけ係長氏、3位ケイト氏、2位小川マン氏、そして1位はリュウ氏です。ありがとうございます、ありがとうね、本当にタワーもありがとうございます、嬉しいよ、ありがとうね。なんでそんなに可愛いの、わからないなんか最近すごい可愛いねって言ってもらう機会が多くて、自分でも何かわからないんですけど、でも考えてみるとメイクの仕方をガラッと変えたのかなって思ってます思いますね。メイクってこんなに変えてくれるんだね自分を。まあ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 、よいしょ。それではこれからも頑張ります。今回は8位で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。それでは終わります。バイバーイ。ふむ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 、なに、はるちゃん、はるちゃん来た、え、どういうこと、え、はるちゃんいる、ちょっと待って待って、え、